き声した、なんか鳴き声、キャって鳴き声したよ、鳴き声したもん今、怖いよ、もう今鳴き声したんだよ、怖い、なんか閉じ込められてるんだけど、はい、琴美さん、琴美さん、ご機嫌いかがですか。今回ね、ちょっと我々は旧ムクロジトンネルにやってまいりました。ああ、ここがトンネル、なんだそりゃ。ムクロジトンネルは鉄格子のあるトンネルでして、牢屋、でも一応これガードレールあって道になってるよ。本当にトンネルあるの、この先に。これどっちだ、あれ蓋が手に分かれてる、あ、本当だ、どっちだ、うわ、あ、待って、なんかあるよ、見えない、なにあれ、あれトンネルかも、嘘、ちょっと琴美さん、トンネルかもしれないからちょっと先に、うん、こっち行ってくるからちょっと待って、あ、行き止まり、ここ、こっちだよ、トンネルある、うん、トンネルある、ちょっと暗すぎて見えんな、え、あれこれ鉄格子開いてるよ、開いてるね、完全にオープン、ちょっと待ってよ、うわ、なんかすごい、すごい、電気が折れてるよ、うわ、え、ちょっとエグいね、相当、なんか霧状のものがいっぱいない、いや相当これ大丈夫、入ってこれやばいでしょ、ここが石川県にある心霊スポット、はい、旧ムクロジトンネルと言われているところらしいんですね、やばここ、で、なんでもこのトンネルの中では声が聞こえるだとか、うん、携帯の電波が入りにくくなるらしいです。以上です、それだけ、はい、すごっ、めっちゃ響いた、響いた、響いた、何かこう、違和感があるわけではないので、うん、とりあえず、中に入って様子を見てください。てかさ、これ鉄格子さ、閉まってたじゃない、本当は、でもさ、開いてるってことはさ、なんか逃げ出した感はないな、何かが、まあ、とりあえず行ってみますか、では、失礼します、すごい響く、もう一回行って、失礼します、ほら、すごい響く、やばいね、なんか朝鮮トンネルとはまた違うような響きだね、なんかふわふわじゃなくてドーンって感じ、じゃあ、タイヤあるな、うわなんかすごい古いタイヤ、水の音する、なんでこんな壊れ方してるんだろうね、お化け屋敷みたいな壊れ方じゃない、うん、だからこのね上の電気がさ片方だけ落ちてんの、わざとこういう風に、だって全部だもんね、ほら奥もだよ、見える、でも作りが相当古いんで、確かに上なんか崩れそうだもんね、見て蛍光灯落ちてるよ、これ危ないね、やっぱり
相当人が入ってないんじゃない？琴美さん、向こう照らして。今また真ん中ぐらいなのかな。どれぐらい来てるのかさっぱりわからん。なんかすごいし、見てすごいさ、水滴、なんか新鮮な水滴がさ滴ってます。あ、匂い変わった。なんか線香の匂いしてきた。ほら、急にこっから線香の匂いが。しかも色合いも変わってきたね。茶色っぽくなってきてる。ここから先さ、ちょっと行くのちょっとためらわない？二人でもちょっとこう先ちょっとやだね。落書きだってないもんね。これ行き止まりがあるんじゃないの？でもまだ全然終わりが見えない。長いなこれ。え、あ、あったあった、見えた見えた見えた。鉄格子見えたな。あっちは閉まってるね。行き止まり。なんかトンネル、コウモリ。もう森だね、この奥は。行ってもなんか自動車も通れないよね。開かない？開かないようになってるんだ。怖い。こっち無理無理、 VR 無理。怖いですってば。なんでこんなさ、何個も何個も電気こういう風に片方だけで取れてんだろう。そこはなんかね、ブレーカー。マジ？ここ真ん中だよね、ちょうど。ここで視床検証やっちゃおうか。だってまだもうちょっと出口までありますよ、先。ひどいね、いじめじゃん。怖いんだよ。その半分ちょうど。もっとできるんですか？鳴き声した。キャッて鳴き声したよ。鳴き声したもん今。怖いよ。もう今鳴き声したんだよ。怖い。線香の鼻にツンでくる。後ろがめっちゃ怖い。なんかすごいモヤモヤかかるんだけど、写真。え、真っ暗なんだけど。怖っ。なんでなんでなんで。ちょっと無理です。暗いのが映った。これあのフラッシュだから普通は綺麗に映るんですよ。でも真っ暗に映ったんですよ、さっき。もう変なんですよ、バグってるんです、ガチャガチャって。何これ。冷笑なんです。もう無理です、帰ります。出ます一回、ちょっと気持ち悪いです。怖すぎる。はい、ここが旧ムクロジトンネルでした。もう怖すぎたわ。そんな怖かったですか？キャーって聞こえたもんだって、後ろから。キャー？うん、もう早く帰りたい。実はですね、今日この後まだ
本命の場所がございます。一人で出てください。もう石川県最強の心霊スポットと言われる牛首トンネル、牛首隧道という場所があるんですけども、今日はこの後そちらの方へこれから移動したいと思います。マジ？これより怖いとこあるっていうの？そこは曰く付きの場所です。もういいわ、もうここで体力全部使った。時間もないので吹っ飛ばしていきましょう。とりあえずコンビニでなんか糖分買っていい？ちょっと本当だ、一人で歩けないよね。おお、吸い込まれていくよ、足が止まんない。どうしよう、奥へ奥へ連れて行かれるよ。うん、体力消耗するね。早く次のとこ行って帰りましょう。